こんにちは、そらのみです。はい、寒くなりましたね。はい、今日はですね、12月にもう入っております。とびきり寒いですね、今日はまた。はい、この動画がね、皆さんの目に留まるのは比較的早いと思います。はい、なぜなら今日はレビュー動画だからです。はい、レビュー動画ですね。まあ、冬になるとね、こう電熱グローブ、とか電熱ベスト、電熱ジャケット、まあこの商品のね、レビュー依頼が非常に多く入ります。はい、まあ昔はねそうでもなかったんですけど、まあ本当に電熱以外のね防寒グローブとか、その辺ももう含めるとちょっとねもう全部とてもできません。はい、昔はね断らずにこうやって、いいものはいい、良くないものは良くないっていうような感じでねやろうっていう風に、決めていたんですけれども、最近ではですねちょっとそれも全くできなくなりました。はい、ですのでね、本当に申し訳ないんですけども、いつもねこう案件をいただける、企業様には申し訳ないんですけど、厳選させていただきました。はい、今年はね、まずグローブ、はい、一つ紹介をさせていただこうかなと思います。はい、今日ご紹介させて、いただきますのは、ボレニさんでいいんですかね。はい、からいただきました、こちらのアイアンジアーズでいいんですかね、型番が JIA03H、 はい、サイズは空波サイズですので、クソでかい XXL ですね。はい、こちらのね電熱グローブ、はい、これをご紹介したいと思います。はい、なぜ空波が今回、このグローブをね選ばせていただいたかというと、まずね、多々あったのがやはり去年もやらせていただいたんですけれども、バッテリーを使うタイプのね、グローブ、それとかあと USB をから給電するタイプのグローブ、これどちらも通常やっぱり 5V ですよね。でやっぱりね、こうないよりかは全然いいんですけども、やっぱり暖かさ的にどうなのっていうのがやっぱりありました。はい、で今回ねレビューさせていただくこちらのグローブは、なんと 12V なんですね。外見から見るとね、本当にこうプロテクターがねしっかりついてますよね。はい、しっかりついてます。まあ内側にもね、1個ここについてるんですけども、まあ欲を言えばねこの親指の方の付け根にも欲しかったかなとは思いますが、まあ、そうですね、 12V で、プロテクターがついてるね、まあ、ヒーテック等のグローブを買おうとするとやはりねこう経済的に結構負担になりますので、そういう意味ではこちらのグローブは通常価格で9980円だったかな。はい、で、よくセールとかやってますんでね、まあ今日現在ですと7984円とか、はい、そういう価格で売ってます。はい、でね、2ウェイになってまして、こちら、これヒーテック等でおなじみのね、はい、こういう AC アダプターの口があります。で、それとバッテリーと両方使えるようなタイプになってますね。ここも便利です。まあ、ただし、バッテリーはね、オプションなんですね。はい、3980円とかだったかな。はい、オプションになってます。でその辺を考えて値段的にどうかというところもありますが、空波的にはですね、やはり、なぜ電熱グローブを使うのというところだと、やはり、暖かくないと意味がないかなというふうに思うんですね。はい、ですので、今回初めてね、自分ではヒーテックの 12V のグローブを持っているわけなんですけれども、今回初めてね、こういう、まあ、他社さんのというか、まあ、比較的安い、電熱グローブの 12V、はい、これにね、興味がありましたので、今回、レビューをさせていただく形になりました。まあ、電源はボタンはここについてまして、3段階、はい、まあ、温め方が、あります。で一番低いのが38度、次が、44度だったかな。で一番高いのは54度となってます。で、まあ、それだけ上がるんであればね本当に十分だと、思いますので、まあ、実際ね、これから、つけて走ってみたいと思います。まあ、そしてねちょっとご紹介できないので、今もう身につけちゃってますんでねご紹介できませんが、付属品としましてはね、まあ、バッテリーから抜直で、電源を取る線と、そこから分岐して、まあ、両腕に回す線、まあ、これが標準でついてます。はい、なおバッテリーで、充電して使いたい方は別途バッテリーをね、はい、用意していただくという製品構成に、なってます。はい、じゃあね早速試していきたいなと思います。今ね、はい、
いつも撮影を開始する、公園を出たところなんですけども、やっぱりね、電源を入れたもう瞬間5秒であったかいですねまあそこはさすがに、12ボルトパワーというところでしょうか。はい、そしてね、入れた瞬間にね、もう分かったんですけれども、ヒーター面が、全て、まあ、ほとんど全てですね、っていうか、うん、完全にそう思いますね、もちろんですけれども、手の甲側、はい、甲側に集中して、つけられていると、まあ、内側はないですね。はい、そしてね、今日ね、一つだけお断りしておきたいのは、空波はね、この F800R の抜直でつないではいません。はい、空波はね、ヒーテックを持っていますので、このヒーテック、はい、ジャケットですね、まあ、ヒーテックのジャケットの電源はここから、シガーライターから、まあ、供給しているので、そのシガーの線、はい、これに接続をしております。やっぱりね、あったかいね。まあ当たり前だけど、この暖かさならこれは非常にお買い得かなと思いますね、うん。まあ、実際空波もヒーテックのグローブを使うことがあるんですけれども、それと比べても、まあ、暖かさ的には、まあ、そんなに、まあ、大きな違いはないかなっていうぐらい、十分ね甲がポカポカ、温まります。まあ当然なんですけれども、オートバイっていうのは、こういう形で、こう握って走ってますから、風が主に当たるっていうのはこの手の甲の方なんですね。はい、でそこがやっぱり、冷えてきます、まあ、そこが一番冷たくなってくるわけなんですけれども、その辺にですね、こう重点的に、ヒーターを内蔵してもらっているので、これは楽ですね、うん、気持ちよくなってきます。で、反面ヒーテックのグローブと違うなと思う点は、内側ですね。はい、内側のこう素材っていうのは、どうでしょう、やや、こう防寒グローブ、うん、としては、薄め、と言っていいような気がしますね。まあ、ですので、こう何もね、まあ、グリップヒーター等のついていないオートバイ、であるならば、手の甲側はポカポカ、あったかいんだけれども、こうグリップを握ってる方の部分っていうのは、若干、冷たく、うん、感じるというのがこのグローブの、特性かなというふうに思うんですけれども、じゃあそれって、あんまり良くないっていうことなんじゃないのと、はい、皆さん思いますよね。思います。はい、そこがただ大きな、まあ、落とし穴なわけです。はい、冬のグローブの場合はね、もちろんですけれども、皆さんが、冬の冬季のね、手の防寒対策として、電熱グローブだけを利用する、うん、という方であれば、これは空波は、明らかにもうヒーテックを買ってしまった方がいいと思いますね。はい、ヒーテックを買ってしまった方が多分いいです。うん、でも、うん、皆さん、グリップヒーターがついてるバイク、乗ってる方いらっしゃいませんか。うん、グリップヒーターね、グリップヒーターをつけている場合、厚手の防寒、手の内側ね、こっちの内側の防寒が厚手で、断熱性が強いものをつけている時ってどうなりますか。わかりますよね。はい、せっかくグリップヒーターが熱くなっても、その暖かさも寒さ同様手に伝えにくいわけですよ。はい、そこの部分は、このグローブに関しては内側が比較的、薄く作っているということはどういうことかというと、はい、やってみますね。空波のこの F800R には、グリップヒーターが、ついております。スイッチを入れますね。はい、今入れました。これで、どうかというところです。うん、おそらくですけれども、無敵でしょうね。グリップヒーターの手は内側から、グローブに、素直に伝わりやすいわ、グローブからね、甲の方がポカポカ温まるわで、もうこれは、なんて言うんでしょうね、本当にお湯に手を突っ込んでるようなぐらい気持ちいいですね。はい、まあね、今グリップヒーターが、徐々に暖かくなってきましたけど、あ、はい、もうすぐ感じますね。はい、これはいいですね。まあ、ですので、そうですね、まあ、例えばですけれども、空波のような場合っていうのは、
グリップヒーターが、ついて、いるバイクでもハンドルカバーをつけちゃってますね。はい、これエストレア、まあ ST250、まあ、全部ついてます。はい、こういう方は正直、こういう電熱グローブはいらないです。いらないですね。グリップヒーターとそれを覆うカバーだけあれば、まあほぼほぼ、本当に手もポッカポカなんですよね。でも、一つだけ考えてみてください。はい、皆さんあのハンドルカバー、ね、ハンドルカバーをつけるってことはある意味、何かを吹っ切らないといけませんね。まあ、つけるバイクにもよると思うんですよ。クラシックのね、見た目のバイクっていうのは、まあ似合うんですよ。あの実際ソラナミもつけてますけれども、おかしくないです。あのっていうかむしろちょっとかっこいいみたいなはい、そんな、まあ、部分もありますけれども、例えばですけれどもこの F800R じゃあこれにハンドルカバーつけるのかっていうとやっぱりちょっとそれはねちょっとそこまでは、まだ俺もね吹っ切れませんはい、そうやってこう吹っ切れないっていうね方いらっしゃると思いますね皆さん。はい、そういう方はやっぱり、グリップヒーター、はい、つけてらっしゃると思うんですね。でグリップヒーターは、だけだとどうなるかというと、この握ってる手の内側にヒーターがあるわけですよね。ですので手の内側はポカポカです。でも、外側っていうのは、暖かくならないからどんどん冷えてきます。はい、そういう意味で、このグローブとグリップヒーターを併用していただいた場合には、おそらくハンドルカバーなんて逆に全くいりません。はい、つまり、皆さんが今、気に入っているそのオートバイのかっこいい外観、はい、それを崩さずに、このあったかい、快適な、冬のバイクライフを、過ごせるわけですね。はい、そういう意味ではあの非常に、いいと思いますね。で、このグローブは、本当に値段の割に、プロテクターもしっかりしてますし、内側の、ね、内装もあの 3M のシンサレートでしたっけ、はい、シンサレートを使っていただいてますので、非常にあったかいですね。シンサレートってこれ何なの、まあ、よく、ね、防寒グローブに使われている素材ですね。でこれ普通の、まあ、コットンなどと比べるとね、非常にこう肌触りもいいし、はめ心地もすごくいいです。でさらに、まあ指、人差し指には、革を貼って、まあ、これ、PU レザーですかね、貼ってもらってるんでスマホも、ね、反応すると思いますし、内側にはしっかり滑り止めもしてもらってます。これはね、なかなかソラナミはこう評価高いと思いますね。でね、ただね1点だけ、はい、1点だけねちょっとねどうしてもね改良してもらいたい点があるんですね。ぜひ、お願いしたい改良点っていうのは一つあります。はい、先ほどね一番冒頭で、この電熱グローブに関しては、この今使ってるヒーテックの線から給電できると、言いました。はい、それね本当に素晴らしいですね。はい、素晴らしいと思います。つまりヒーテックのこういうねオプション類と、共存ができる可能性があるというところなんですよ。でそれはねこれめっちゃ期待してました実は実はめっちゃ期待してた、というのはヒーテックのジャケットっていうのは、その袖口に、そのヒーテックのグローブ用の、AC アダプターのこうソケットが出てるんですよね。まあちっちゃいポケットファスナーの中になんですけれども、それとつなぐことができれば、ほぼほぼヒーテックのジャケットを持ってる人に関しては、このグローブはヒーテックのグローブの代わりに使えちゃうっていうことなんですよね。はい、実はそれをものすごい期待してました。はい、で期待に打ち震えながら、こちらのねまず、このシガーソケットからの線を、このグローブの線につないでみてね、はい、電気が、通電したことに狂気乱舞しましたこれすげえじゃん、でもこれいいじゃんと思いましたね。思いましたけれども、その次の瞬間ね、そのヒーテックのこのジャケットのこう袖口についてるアダプターと実際いざそのグローブのまあコネクターですね、まあそこをつないでみました。はい、通電しませんでしたおーい、そこです、そこ
これね、まあごめんなさい、空波もねこんな生意気なこと言っておりますけれども、もしかしたらね何かそういう規制みたいなのが、あって作れないのかも分かりません。それがね、もしできたとしたら、このグローブは、空波的に、ほぼほぼ満点、はい、価格的にも温かさ的にも、使用感、使いやすさ、操作性、全ていいです。はい、全ていいです。で、唯一気になるのはそこですね。一番適している方は、自分のバイクに、ハンドルカバーをつけたくない、まあ、こういったようなね比較的現代的な、デザインのバイクに乗っている方、はい、そして、グリップヒーターが、装備されているオートバイに乗っている方、はい、こういう方はですね、ぜひ、この電熱グローブ、一度、検討をされてみてはいかがでしょうか。はい、ということでね、はい、今、バイクを降りましたけれども、パワー的にはね本当に暖かいね、まあ、ヒーテックのグローブもそうなんだけど、だいたいね中だとねもう、12月の気温だとね完全に汗ばみます。はい、まあ暑いで弱でちょうどいいですね。真冬でもねおそらく今日は、この三重県ではね不要だと思います。はい、そんぐらいあったかいですね。やっぱり 12V のグローブはやっぱりあったかいね。はい、ぜひ、ご検討ください。